新潟駅前に来ております。駅前通りですね。というのもですね、こんなメッセージをいただきました。はじめまして、新潟ギルドのヒロと申します。新潟県で唯一となるアミューズメントカジノをオープンしましたので、ぜひ遊びに来てください。きっと楽しめると思います。ということでね、なかなか聞き慣れない言葉がね並ぶんですけれども、実際に行ってみたいと思います。カジノって聞くとねちょっと怖いなと。ヒロさんっていう方もね、まあ、カジノやるぐらいなんで結構いかつい方なんですかね。怖いですね。ドキドキしますね。あ、あった、これだ、ドン、出ました。アミューズメントカジノ新潟ギルド。これちょっと怪しすぎるな、怖いな。これはねちょっとね、一気にこう人気がない感じ。新潟ギルド5階ですね。よいしょ、あ、来た。いや、エレベーター狭い。や、怖いです。ちょっと大丈夫か。あ、着いた、5階来た。あ、いきなりだ。あ、エレベーター降りたらいきなりだ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。新潟 TV と申しますけども。あ、いらっしゃいませ。ヨマピンさん。ヒロさん。はい。あ、ヒロさんだ。そうです。あ、よろしくお願いします。あ、ヒロさん。あ、ちょっとイメージ違いましたね。え、本当ですか。いや、なんかもうすごいゴリゴリの、はい、いかつい人かと思ったんですけど。いえいえ、全然。こういう感じなんですね。あ、え、アミューズメントカジノっていうのは。あ、そうなんですよ。はい、大丈夫なやつですか。大丈夫なやつです。ゲームセンターと同じです。ゲームセンターと同じ、はい、お金かけたりするカジノではないってことですか。ではないですね。いわゆるメダルゲームと一緒で、はい、カジノチップをまず購入していただいて、それを使って遊んでいただくという形になってます、ね。あ、さあ、ふーちゃん、はい、初？え、初に決まってるじゃないですか、こんな初カジノです。ドキドキしてますよ。まあ、やっぱ一人だとね、はい、ちょっとあれなんで。そうですね。奥にたまたまいらっしゃった方ですか。たまたまいらっしゃった常連です。あ、なるほど。そしてディーラーの萌えさん、はい、あ、よろしくお願いします。でですね、ちょっと僕もせっかくなんで、はい、参加させていただこうかなと。あ、どうぞどうぞ。思ってます、はい、ちょっとここにね座って、中津さんとうちのふーちゃんと私、柴犬でちょっとやりたいと思います。いやー、これちょっとドキドキしますね。$300、ふーちゃんも$300、中津さんはそれはもう僕は200ドル。なるほど。ちょっとドキドキしますね。プレシアベッド、はい、ここでプレシアベッドといったら、はい、チップをこの数字のところに置いてかけます、はい、あ、なるほど。あ、このゲームでいくらかけるかみたいなこと、はい、で勝てば2倍に増えます。はい、はい、$10かけました。ノーマーベッド、おちょ、おちょ、ディーラー店F だと8なんで、F だが10なんで18だ、はいはい、ってことは3が出たら21、はい、難易度になる確率がかなり高い。落下線高いですね、はい、じゃあ、いや、ステイでお願いします。ふーちゃん8か18です。あ、1だからね、はい、じゃあ、はい、ヒット10か20、だいぶいいし、ステイ。中津さんは今14ですか。今これどうすんだろう。いや、もう結構厳しいですよ。厳しい、厳しいけど、ほら、常連の引きます。引く14からバーストです。いや、バーストしてますよ。いや、もうこれはもうしょうがないです。あ、もうそういうもんなんだ。これはもうしょうがないです。あ、バーストしてもあのぐらい冷静で入れるもんなんですね。いや、まあ、まあ、もうディーラーが、はい、オープン、はい、15
19から15 19なので19です。ナイスキャッチ。いや俺負けとる。いや俺負けてんじゃん。え、じゃあ僕の10ドルは、え、10ドルは回収されます。あ、没収。はい、僕だけ回収。はい、これまた20から、はい、いや、バンスない全ティーなので、はい、いや、負けた。いいなぁ。かなり時間ない。それはすいませんか。あ、ガチで考えると行かないですか。これも50行こうかな、そしたら、うん、そろそろ絶対来ると思うんですよ。50行きます。お願いします。ナイスピクチャー。聞いた、ナイスピクチャー。セブンティー、ウェルブ、サーティン。一番嫌なやつだな。50かけてますからね。いや、ステイでお願いします。ステイ、ステイ、リラオープン、リラオープン。14から。14から。やったやった。いやすごい。来た、マジで。ついに。お、マジで来た。うわ、50ドルかけてる時。え、ちょっと嬉しいぞ。萌さん、めちゃくちゃ嬉しいです、僕。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もここの辺でね、行きますよ、そしたら。100行きますよ。お、100。はい。5、ナイスピクチャー。はい。ナイスピクチャー。あ、いいです、確かに。いいです。あ、これいいですよね。これはペンかければ、はい、21。ファーストはないってことですね。ファーストはない。ダブル。ダブルいっといてます、これ。ね、長さん、ダブルするのこれ。100ありますね。ダブル。100あります。100ね。ありますね。100あるね。ダブル、あ、じゃあダブルいいですか。ダブル、いいですよ。なんか本当にやるのみたいな感じになってます。いやいやいや、ダブルしてもいい。引いてません。このシチュエーションはダブルしてもいい。じゃあ10をくれればいいんですよ。そうですよね、萌えさんの引きですよね。いやね、ちょっとカードチラチラ見てますね。見えんの？え、見えんの？何出てくるかなと思って。見えないけど。見えんの？見えないけど、ちょっとドキドキしてる。ドキドキしてる。え、50の200？はい。じゃあ1枚だけ。おろ。20です。20。いいです。20、20ですよね。聞いた。サブちゃん。はい。なんかすみません、僕だけテンション上がっちゃった。ごめんね。すげえ置いてかれました。なんかすげえテンション上がっちゃった。うん、あ、来るよ。14からの。からの。バースト出た。これどういうこと？これどういうこと？今200が。僕の200が。来た。来た。いや楽しいっすね。楽しいっすね。楽しい。楽しいですよ。いや楽しいの本当に。いやちょっとでも、うん、ちょっと引いてます。ここ掛け時じゃない、ふーちゃん。え、じゃあ。じゃあ俺も行こうか。じゃあ一応僕とふーちゃん、はい、マックス300ドル。いっちゃいますか。かけていきましょうか。いきますよ。はい。ナイスピクチャー。3 14 14 13 13。2人とも微妙。でもこれ引かない限りはバースト狙いしかないってことですね。そうですね。いや、もうよろしくない。300がヒット。ヒット14から。いや、バーストかい。すぐ回収するもん。すぐ回収するもん。いやでも6だから、うん、これ F だったら16。でもう一回引かなきゃいけないから、まあ、バーストの可能性はありますよね。バースト狙いにする。狙っていいですか。全然いいよ。じゃあステイで。おお、来た。おほら、ナイス。うまい。この感じか。いや、めっちゃ褒められてる。なるほどね。その結果が、はい、ディーラーのカードを見て読むというね。すごいじゃん。結果読めなかった人間のね、こう行く末はこれです。もう1とかね、10とかしか残ってない。
さあ、ヒロさん、はい、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。最後、はい、もし可能ならでいいんですけど、はい、もし新潟 TV を見たっていう人が来たら、なんかサービスしてもらえたりします？サービスですか、はい、そうしたらですね、300ドルプラスでお付けします。ちなみに通常の300ドルはいくらで買えるんですか？通常の300ドルは2000円です。あら、え、ってことは2000円分が無料で、はい、そうですね。で、新潟 TV を見たって言ったら、はい、300ドルプレゼント、はい、ありがとうございます。はい、ふーちゃん、あ、はい、帰るけど、え、もうちょっとやってっていいですか？めちゃくちゃ増えてんじゃん。めちゃくちゃ増えてる、はい、いいよ、じゃあ帰るね。お疲れ様です。じゃあ、挑戦ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。なんか負け犬みたいになってるけど、なんだこれ。